おはようございます。おはようございます。トシくんチャンネル、今日も始まりました。トシくんです。なんと隣にはつけさんです。ブレブレですね。はい、行きましょう。まあなんとですね、はい、今回はですね、なんと2人での愛車紹介になりますね。初めてのね。もう僕もね、あの、分かんないですけどね。はい、初めての今日。まあまあ、それよりもちょっと見えてると思いますけどね。まあ、恐ろしい車ですね、これは。すごいモンスターカーマシンが。まあね、これはね、あの、まあインスタとかでね、よくね、まあまあね、まあ、ご覧になられてる方も、もういると思いますけどね。さあ、どうぞ。会社のオーナーの方に登場してもらいましょう。登場してもらいましょう。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。通り物筆屋です。はい、はい、ということでね、筆屋さんです。かわいいとこだ。はい、ということでね、はい、オーナーの方、筆屋さんです。ということでね、まあ、早速ちょっと会社紹介の方を、はい、してもらいたいと思います。はい、まず、あの、はい、車はまあ見ての通り、うん、ハイエース、そうですね、4型です。4型。皆さんよくわかりました。ミドル。ミドルループ。これもスーパーロングじゃなくてミドル。ミドル。ミドル。前の会長のお車よりかまあ大きくなったんですよね。一回り大きいんだね。おお、すげえ。でですね、なんとですね、まあ。これも本当に大活躍ですよね。これはもうヒットしたよ、ヒットした時にあの、そうですよ、ね、ナイトで、ね、あの、はい、釣り竿を取らすというね。これ前はちっちゃかったね。もういかつくなってますよね。これはバンパーバンパーがある。まあまあそういうことだよね。すごい。すごい。俺っぽいでしょ。俺っぽいですね。はい、っぽいですね。でですね、やっぱ、ね、オーバーフェンダーも。これはね、あの、はい、関西のね、あの、釣り友の、はい、名前言っちゃってもいいよね。はい、大丈夫です。あの、寿司さんの車のこれは真似です。はい、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 かっこいいですよね。うん、あと、リップつけてね、これバンパーの。ああ、はい、これ。やばいっすね。で、オーニング。オーニング、はい。あとですね、僕がね、あの、ちょっと質問したいなと思ったのはですね、うん、アンテナがですね、うん、2つあるんですね。これは、アマチュア無線機のアンテナと、おお、無線機を。コムテックのアンテナ。やばい、まずサイドにね、このヘルメットにね、またこの変わりましたね。これは本当に便利ですよね。うん、もうこれはね、もうあのとにかく釣りをした時にあのかかった時はもう最高に重宝、うんはいうん、ですよね。もうないと困るから、ね。ヘッドライトでもこっちで照らすんですね。もうめっちゃ明るい。めっちゃ明るいです。本当にすごいですね。あとなんとですね、まあちょっと明るいですよ。はい、さんこれはほらレーシングカーのチームなんかと一緒で、はい、自分が扱ってるメーカーのシートやね、はい、台場の竿、釣り武者の道具、はい、あとマルキューのもの、あとアブ、はい、そういうものをこう貼り付けてるんだよね。はい、いや、はい、さすがですね。あ、これ久保ちゃんですか。はい、あの釣り湯の久保ちゃんですね。はい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 、はい、あとはやっぱあのオーバーフェンダーの寿司工具、寿司工具寿司ちゃん、寿司くんチャンネルステッカーはどこにあるんでしょう。寿司くんチャンネルステッカーは逆側にね。ああ、手が出方貼ります。ありがとうございます。ありました。ありました。はい、ありがとうございます。手の手でーす、ね、はい、後ろにね、マリューの貼ってたんだけどね、やっぱこう剥がれてきちゃったな。うん、ですね。でまたあの石くんに頼んでね、はい、剥がれないシールを作っていただきたい。剥がれないシールですね。次は公開ちょっと皆様が気になるお腹をお腹をじゃオープン。わー、出ました。フル手作り。これはこのハイエース、これはオプションです。あ、そうなんですか。そう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 、すごいですね。まあ、収納が、あれ、まずですね、うん、この、うん、こういう内装ですよね、うん、これは、まあ、あの、まあ、手作り。これ自分で図面引いて。すご、うん、すごいです。プロやんも、うん、もうプロやん。もうあのかもうバッチリですもんね。でここら辺はセンサー類。そうだね、そっちはセンサーと、さっき言ったこれはセンサーにも使っていて、友達としゃべる無線機としても使ってる。はい、うん、ありがとうございます。これは何ですか。外部それは昔のあのコムテックのね、初期のねメロディーアンプ、8曲入り内蔵です。あ、こちらの方のこれですよ。なんか横、それはスイッチボックスだね、いろんな。え、あ、そうなんですね。そうそうそう、まあ、ここでまあ操作するってことですね。素晴らしいですね。こちらね、こちら大容量のポータブルの、ポータブル、わお、これはね2200ワット。あ、今これあれちょっといいですかね。ここに入ってます。はい、
でかいね。でかいですね、うん、これはでかい。容量が半端じゃないですよ。半端じゃないですね。これでもうあの電子レンジがないから全部すべてだ。あ、ね、電子レンジもね、あの、うん、そこにあのそうそうあるんですよね。そうです、すごいですよ。かけましょう、はい、あ、お願いします。すいません、オーブンレンジが僕がね、わあ出ました。ここがね電子レンジ、はい、電子レンジです。はいはい、やばいですよね、はい、祭りのね、今必需品になってるよね。はい、さすがに。この下はあれですよ、それはもう冷蔵庫、冷蔵庫ですよ。はあ、すげえ、はい、すごいですね。じゃあ締めさせて、収納がありすぎてね、ちょっともう締め心地説明のもう、そうどっから説明していいかな。でここはまあ、はい、祭りがないわけで、はい、ここはあの、はい、調味料とかね、いろんなものをこう収納するふうに、はい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 、すごいですよね。あとね、綺麗だよね、すごい。そうそう、木の色がやばい。木の色がめちゃめちゃ綺麗です。だから内装に合わせて、布団とかもさ、清潔感があるよね、すごいね。そう。はい、てでさすがです。ホテルかい、これ。ホテルかい。まあね、あの、有効チームさんとかのね、もうすごい、もう、ね、ステッカーが貼りつつ、うん、もうこの木の色がまずすごい柔らかくてかっこいいですよね。これもね、あの特注の木をこれ作らせたやつなの。ホーダーやば。え、そうなんすか。そう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 ですよ。木じゃないの。そうです。でですね、またこの収納っていうんですかね、はい、これがですね、まあまあ、まあ、とてつもない、もう仕掛けですよね、これ。まあ、そうです。いやいや、まあ、じゃあ自分で、はい、お願いします。こっちはね、こっちはまず、はい、ロッド、大きいロッドとセンサー、これが驚きますよ。驚きますよ、出ました。10本、10本、あ、上と下と、ね、これがこう、2階建てになってこう外れるようになってて、10本入るようになってる。うん、です。こちらの方がこれはもうこれがあの電気ですか。違うよ。これね、これ電気ですか。わあ、出ました。センサー。これあの、うん、インスタに上がってた、そうです、ペリカンケースというやつですね。これ本当おすすめです。あのサイズはいろいろあるんで、うん、あの簡単にできるからね。あの使うといいと思うね。じゃあちょっと質問していいですか。はい、あのですよね。うん、僕あのコムテックの、ね、うん、あのセンサーをね、会長から出ていただいたんですけど。うんうん、これちょっと外させてもらって、どうぞ。あのこの色のクリップっていうのは売ってるんですか。これはあの別売りでめちゃめちゃかっこいいんですけど、アンティーク調っていうのを、はいはいはい、あの普通のやつだとサビが変わってしまう。まあまあまあ、まあ、だからね、元気ですよね。5分するだけでもイメージが変わってくるんで、うん、かっこいいですね、うん、全てにね、対してこう、まあ、オールドなんかいじってます。ヴィンテージですよね。うん、こんな感じがいいですね。この今センサーは何だよ。今ここだと2、4、6、7、8、9、10、11、17台入ってますね。さすがです、うん、まあでもこんなにコンパクトにね。そうそうそうですよね。こう、うん、でも綺麗ですよね。もうちゃんとカーペットも引いてあって、うんうん、はい、なんとこれがもう一もう一セット今入るようにね、はい、だから全部センサーが30個ぐらいになっちゃうから、はい、あとですね、うん、これ僕、うん、あのまあ皆さんもやられてると思うんですけどもですね、うん、まあ会長のまあトレードマークではないんですがね、赤色とまあこれは ねこれに関しては、はい、ちょっと色が薄くて、これ仲間に塗ってもらったんですけど、はい、こっちはね、スケさんに塗ってもらったんですよ。あらまあ、いやいやいや、で、いやすごい、見てください、この劣化とバッチリあったでしょ。あ、本当だ、うん、だからね、スケさん上手ですよ。大変だったね、この色だった、うん、だからこっちよりもこっちはラーメンがないじゃない、でもどう見てもほら、こっちが、ね、合うでしょ。だからね、スケさん頼んで正解ですね。スケさんにちょっと質問していいですか。はい、この塗装という技術はですね、はい、例えばもうこれはもうお店に出してじゃなくて自分で塗られる。もちろん完全、これはもう完全に缶スプレーでできるもん。缶スプレーでいきます。さすが。まあその動画もね、後々ちょっとね、うん、あ、本当にですね、簡単にできるっていうね、発出の時はよろしくお願いしますね、はい、ありがとうございました。はい、さすがセンサーリーが、ありがとうございます。こっちはね、こういう大型チューブ、ね、めちゃくちゃ軽い。そう、スライドレール、やばスライドレール入れてるから、ね、さっきの北原さんとかじゃん。はい、あとこちらの方が、わ、めちゃ長い。なにこれ、長やば。これはあの、練り屋さんの収納、あーまあこんだけバケツなの、まあ、こだわりの、ね、はい、練り屋さんもなんですけどね、まあ、今やられてるのは、まあ、かなりシンプルで、うん、そうだね、はい、やっぱりそのあ、まさかの、これがいわゆるこれがですね、秘密の粉です。これ、秘密ですね、これが古谷さんの秘密の粉です、はい、はい、そうですね、これが、まあ、こっちは餌収納ですね、餌ね、まあ、粒とかそうそう、基本的にはね、いや、また長いです ね、 そうですね。で、もうこれはもう
完全にバッカンのだから3個と、はい、あのちっちび2つ入れてるんだよね、はい、うん、あもうこれはもうサイズを計算して計算して全部さすがです。じゃあお願いします。だから全てがぴったり入るように軽いよ。ちょっと本当これこっちはね今ちょっと雑になっちゃってますけど、はい、この2段目がですね、これはねピトン、これはピトン関係、これが赤これはね、あのこれはね、本当ピトンはね結構邪魔なんですよね、このあなるほど、しまうのはやっぱこういうのがあるとすごい便利ですよ。まあこれは上も下もあのそうだ、ね、アームも全部入りますよね。ピトンとロットポット入れてますから、あ、まあ、十分ですよね、まあまあ、すごい収納ですね。これも全然あの、うん、まあ、結構あの今使ってみるあの、うん、フォックスのレンジャーの結構でかい方、うんうん、そのまま入りますよ。さすがです、すごいですね。計算して8から8、やばいです。でまず本当に何回目ですか。軽いです。軽い、はい、でこっち側はこの R の関係もあってこっちの何もあってるでしょ。そうですね。で、くじついてこれこっち側から入れてこっち側に、もうホンダのタイプみたいになってますよ。すごい、これはちょっと待ってください、はい、これはもう昔僕あのこれ CD ケース、 CD ケースこれ、うん、ちなみに昔のやつですよね。そうです、これピアノ CD、 そうですね。あ、こちらでも子供の類っていう感じですね。子供の類ですね。おもりだとかね、はい、はい、あ、そうですね。まあ十分すぎるスペースだねこれ。すごいですね、すごいです。こんだけあればね、やっぱりこんだけすっきりこうね、車内がすごいですね。軽い、もっとガチで軽いから。でここなんかもうこれ本当はつけたくなかったんだけど、天井にほら収納になってるでしょこれ。ああ、天井も収納あるんですよね。これ吊るために袖が必要だったのね。はい、袖の中も袖だからこれを実際、はい、ここも、はい、ここが考えてるな、なってます。ああ、ここはもう本当にね、あの、うん、食料とかね、食料とか、うん、あのデッドスペースも全て有効利用できるように作ってます。さす、無駄のないですね。いや、無駄がないですね。そう、無駄がないか。うん、そんな感じでね。何かね、僕あの欠点を見つけてやろうと思ってるので、全然ない、ない、ない、ない。完璧です。すごいですね。ね。まあでもね、あのやっぱりこのサイズが一番、俺の体型上は一番、はい、サイズがいいかな。うん。でよくあるさ、テーブルとか椅子とかすっごく邪魔でしょ。はい。それをここに入る。はい。そこに全部入るようにして、あ、もう中入ればよく見えると思うけど、やばいです。この字にね、棚が作ってあるんでさ、これやばいですね、はい、その中のうちでね、収納力はもう抜群ってか、はい、もうやばいですね。でね、はい、夜ヒットした時、はい、そっから降りきるじゃないですか、はい、で皆さんこの電気を持ってくるでしょ、はい、でそこをしないで、僕の場合はこのスイッチを押すだけですよ。ヒットセンサーが入ったらこいつをピタッと押すと、うん、こいつがつくんで、これだけでいいですよ、ね、はい、わかりました。前はどう、前のスイッチはこれなの。ありがとうございます。前がダカーンとつくんですよ。ありがとうございます。これ今ね、多分夕方だからね、まあ、こういう明かりつくと、めちゃめちゃ明かりつく、もうね、夜だと強烈ですからね。いや、マジで。まあ皆さんとバーベキューやったり、夜の食事もまあまあそうですね。この電気一発で全部賄えるから、まあ、なんか全てに対していい。これ寝てる時にさ、はい、寒いからエンジンかけたりとか、それはこれ、はい、これですね。このドア、秘密のドアなんだけど、はい、これはいつもね、鏡つけてるのほらドライヤー使ったりするからね、はいはいはい、でエンジンかけたいなっていう時に出ていくのめんどくさいでしょ、はい、でこれ内扉なんてこうなる。忍者屋敷こういう風にね、忍者屋敷出た、忍者屋敷出入りができるようにする。ここまでね、で釣りっていうのはね、はい、釣るだけじゃなくてこの空間を楽しみたいの。あ、もちろん待ってる間暇しないように、はい、今までもな、何回も車作ってきて、はいはい、合わせればよかったってあるじゃん。まあまあ、ね、それが全部知っててさ、おー、今はね、今まで作った車の中で一番完成度がすごいですね。これからもうこれ以上で、これ見て、これ次こうダクトは、ダクト、あのダクトを今まで意識しなくて、これリアヒーターのクラシック位置をここにつけてる。あー、そういうことか。うん、繋いじゃうとダメじゃない。そうですね。だからわざわざね、溝掘って、あー、で、ここっていうことは、こっからあったかい風が出てきてる。うわー、出た、出た、すごい、こういう細かい、あー、
やばいね。いやこれはもうね、いや言うことない。やばいですね。これはですね、最強の車です。最強ですね。もう本当にもう城ですよね、これはもう本当に夢が詰まった、もう本当にモンスターカーですよ、これすごいです。これはですね、まあ本当に夢の車ですけども、まあ人に頼まずに自分から設計をして、まあ、こういう風に作るっていう、まあそれはすごいことでですね、まあ本当にですね、まあここまではっていう感じじゃなくてもですね、もう本当にね、ここでできる場所をね、どんどん盗んでもらってですね、これからあのこういう車のね、あの会社にね、あの役立ててもらえると本当にありがたいですよね。あの会長さんもですね、やっぱりもうその会社をね、結構見ていいところを取り入れてこれができたと言われてるんですね。皆さんもね、ちょっと真似してみれると、はい、こんなかっこいい車ができますよ。いや、さすがです。ドリームカーです。いや、今日は本当にありがとうございました。本当にさすがですね、はい。やっぱりこういうにはですね、まあこういう楽しみもあるってことでやっぱり面白いですね。はい、やっぱりさすがです。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。